Another UFO was captured in a video of the explosion site of SpaceX Falcon 9, about which Bovincho-san points out that it resembles the one so-called George Adamski's UFO. Here is a report about it. SpaceX Falcon 9の爆発現場上空にはもう一機の UFO が飛んでいました。ボビンチョさんによれば、その形はいわゆるアダムスキー型 UFO に似ているとのことです。検証してみます。広し林、ハママセティ、ジャパン。今、その画像を3倍スローでご覧いただいています。爆発と同時に、その上あたりにその物体が見えます。で、今度は10倍スローでご覧いただきます。爆発と同時にその物体が現れ、目の錯覚で円弧を描いて今度は下降していくように見えますけども、実際には上昇し続けています。下の爆発が大きくなるものですから、相対的に目の錯覚が起きるというわけです。この物体に注意してください。そしてこの物体は左上方へ爆発とはシンクロナイズしていない形で上昇していくのはわかります。動きがやや違うということですね。爆発とその物体の動きを注意深くご覧ください。これは何かということなんですけども、ガラパイアサイトさんの方では UFO かというふうにクエスチョンマークをつけておられます。今見えましたね。で、これに対してボビンチョさんがですね、アダムスキー型 UFO に形が似ていると指摘、してくださいました。確かにこう3個のですね、着陸ギアらしきものが映り込んでいます。これは果たして何なのかってことですね。で、もう少し詳しく検証してみます。この動きが一つのポイントかと思われます。で、もう一度この物体についてですね、検証していますが、ここに最初に現れます。そして、炎と一緒に上昇していくのがわかります。しかし、まあ、炎よりも先にこの物体がその上空に達しているということですね。で、その物体がですね、まあ上昇するにつれて、より明るくなっているという点です。そしてその下の爆発の煙と比べていただくとわかりますように、やや左の方に移動してますね。ここが一つのポイントかと思われます。そして炎に包まれます。あるいは炎の向こう側に隠れたとも考えられます。手前かもしれません。が、よく見ますとですね、この物体は左側に水平に移動しているのがわかります。まあ、爆発であればこのような動きをするはずがないわけですね。まあ、線で囲っていましたが、左の方に移動していますね。まあ、かすかですけども、炎とはシンクロナイズしない形で、左の方に、流れていくということです。そしてやや上昇してますね。目の錯覚でこう、まあ、下降していくように見えますけども、実際には上昇し続けているということです。わかりましたか？となりますと、これはロケットの破片と考えるのは無理だということになるのではないでしょうか。つまり、もう一機の UFO が現場上空を飛んでいたということになるのではないでしょうか。皆さんの判断にお任せします。Steadily, the launch preparation of SpaceX rocket Falcon 9 was underway on September 1st, 2016. But on that day, just 2 days before when it was scheduled to take place, it has caused a large explosion in the engine test
without any warning. The cause of the explosion is not yet known. Meanwhile, it was found that people happened to witness an unidentified flying object crossing the sky in the video at the time of the explosion.ロケット、スペース X、ファルコン9が発射準備を整えていました。2016年の9月1日のことです。が、そのロケットが突然爆発し炎上してしまいましたが、その時撮られたビデオには一機の UFO が映り込んでいました。広し林、浜松シティ、ジャパン。信頼がアパイアサイトのホームページの記事をそのまま紹介させていただきます。これがその記事です。そしてその記事の冒頭の部分にですね、その背後に UFO の存在がクエスチョンマークとあります。で、その記事には一枚の写真が紹介されていまして、右上にその UFO らしきものが写っています。で、これは何かっていうことなんですよね。で、動画も同時に紹介されていましたので、そのまま皆さんにご覧いただきます。で、この動画そのものがですね、スローモーション化してあると思います。で、それについてですね、ドローンでないかとか、ヘリコプターではないかとか、飛行機ではないかとか言われてますけども、画面全体をですね、4コマから5コマで横切っている点に注意してください。ビデオカメラのコマ数は1秒間にですね、24コマ前後ですから、まあその1秒間の6分の1、5分の1の時間の間に、空を横切っているということになります。で、このファルコン9の高さは約70メートルだそうです。まあ、そういった瞬間にですね、空を横切っているということです。まあですから、ドローンや鳥や、あるいは手前の方を横切る虫ではないということですね。それにタイミングは良すぎますね。ちょうど右の方から飛んできて、そしてその UFO が横切った時にですね、ファルコン9の右側面上部から爆発が起きているのがわかります。注意深くご覧くださいね。右の方から UFO がやってきます。そしてファルコンの上部の右側面の方から爆発が起きているのがわかります。まあ、これが何かっていうことなんになるわけですけども、まあ、UFO であることには間違いありませんけども、UFO とその爆発の間には何か関係があるのかないのかということが問題になるわけです。もう少し詳しく検証してみます。右端の鉄塔から左端の鉄塔まで4個まで移動しているのがわかります。この物体ですね。で、1コマ目、2コマ目、3コマ目、そして4コマでここまで来ます。まあ、鉄塔の外に出ますけどもね。で、飛行機の機影とも違うということですね。下に今見ていただくのがジェット戦闘機の機影です。明らかに形が違うということですね。で、まあ、端から端まで4個まで移動していると。で、ファルコンの高さが70メートルですからね。4個まで移動しているということは24分の4秒で移動したということになります。で、これで計算しますとですね、24分の4ですから、70×2 で、まあ、この鉄塔の幅がですね、140メートルと見るわけです。で、6倍しますと1秒間に移動する距離が出て、それを60倍しますと1分間に移動する距離が出てきまして、さらに60倍にしますと時速が出てきます。で、このような数字が出てくるわけですけども、キロメートルに換算しますと3024キロ毎時間ということになります。まあ、これもですね、遅く見てって言いますか、ミニマムに見てこの速度だということです。まあ、別のどなたかの計算によれば4500キロという数字も出てきています。まあ、ともかくも人間が持っているジェット戦闘機では不可能な速度ということになります。そしてこの UFO がですね、右から飛んできて、ちょうど通り過ぎるときにですね、ファルコン9
9の9の上部の右側面の方から爆発が起きているということですね。あまりにも、まあ、できすぎって言いますか、偶然にしてはありえない、まあ、偶然ということになるわけです。で、ファルコン9とは何か、まあ、簡単に調べてみました。ファルコン9です。で、それについてですね、まあ、少し気になるところがありました。発射台から CRS-7 ドラゴンを運ぶために、まあ、作られたロケットであると。まあ、要するに簡単に言えば、輸送宇宙船ということになるわけですね。宇宙ステーションに、まあ、物資を届けるための、ロケットということになります。で、気になったのはここなんですね。火星移住計画を可能にするため、技術と費用軽減を目的とし、まあ、そのために作られたロケットであると。すでに、まあ、火星移住計画というのが進んでいるということになります。で、CRS-7 は何かということなんですけども、まあ、これについては調べても意味がないと思います。というのは、もともと本当のことを、まあ、NASA がですね、書くはずもありませんからね。ただ、ファルコン、9はですね、まあ、スペース X ですね、ごめんなさい。は、まあ、前にも一度失敗してるんですね。2015年の6月28日に、まあ、打ち上げられて、やはり、こう、途中で爆発しています。まあ、そういった、いわくつきのロケットであるということになります。で、もう一度、その、爆発の模様を伝える動画を皆さんに見ていただきます。ファルコン9の中央から爆発が起きたというよりもですね、中心点が上部の、まあ、右側面から起きているということですね。その時ちょうど上空をですね、右の方から今ですね、今横切りましたね、と同時にその爆発が起きているということです。まあ、ありえない偶然ということになるわけですね。ここで、いや、今赤丸、ここで爆発しますね。そして、光の中心を見ていただきたいんですけども、このあたりですね。このロケットの内部から爆発したという雰囲気じゃないんですよね。内部から爆発したその瞬間に、もう破片が両側に飛び散るはずですよね。で、その真上に来た時に爆発して、ちょうど、待てますか、UFO の飛んでる方向から爆発が起きているっていうところが大変気になります。チューブカーをご覧くださいね。ロケット内部から起きている爆発でもないように思います。いかがでしょうか？何らかの形でですね、右上の UFO が関係していると考える方が自然ということになるわけですね。今この青い線で示していましたけども、まあちょうど爆発の中心点がですね、ファルコン9の、いわゆる右、向かって右側の側面で起きているってことになります。カラパイアの検証している写真を紹介させていただきます。まあ、このような物体であると。この写真の方がはっきりしてますね。で、さらにこの、こういった写真、まあ、何枚かっていうか、いろんな方向から撮られていたみたいですね。そして、このような、まあ、鮮明な写真も写し出されているということです。まあ、これをどう判断するかですよね。まあ、上、まあ、UFO のですね、底面部が、まあ、下の光を反射して受けているようにも見えます。まあ、これがその UFO ということになります。皆さんの判断はいかがでしょうか？もう一度、最初から動画をご覧いただけます。まあ、今、爆発しましたね。で、その時に上空を、まあ、黒い、機影といいますかね、UFO の影が映っています。今横切りました。まあ、こういうことが、これが何であるにせよ、あるいは何でないにせよですね、現実に起きているってことなんですよね。わかりやすければね。で、これをどう判断するかですけども、まあ、残念ながらこれ以上の検証の仕様はありませんが、しかし、この種の事件というのは、決してこの一例だけではないんですね。
あくまでも憶測ということになりますが、今回のファルコン9の爆発と、それからアポロ13号の不可解な爆発、事故ですね。そしてそれに続く奇跡的な、まさに奇跡的な帰還がですね、どこかで ET と絡んでるような気がします。というのはですね、アポロ13号の場合は、いわゆるプルトニウム電池を積んでいたわけです。いわゆる原子力による電池を積んでいたわけですね。で、それが私はですね、あくまでも私の憶測ですけども、ET たちにとっては、許しがたい行為であったということになるのではないでしょうか。と同時に、今度もですね、ファルコン9が何を積んでいたかということは、私たちにはですね、知る由もありませんけども、何かしらのこう都合の悪いものを積んでいた。で、それをですね、察知した ET がですね、ファルコン9を攻撃したとも考えられなくはないわけです。宇宙、私たち自身をですね、宇宙に住む ET の立場に置いてみると、それがわかるんじゃないでしょうか。地球で何をしようとも地球人の勝手だけども、しかし地球から、出たらですね、君たちの勝手にはさせないぞというような何かしらその向こうにですね、ET たちのですね、強い、意図といいますか、意志が働いているように私は感じます。いかがでしょうか。それでは皆さん、バイ。ビデオダイアリー May the 19th 2021 by Hiroshi Hayashi Hamamet City Japan。 ビデオ日誌2021年5月19日林博史です。おはようございます。日本人には日本人独特なの信仰というものがあります。そういう意味では日本人というのは特殊な信仰に染まりやすい民族なのかもしれません。イワシの頭も信心からと言います。で、その信仰の一つが要するにテレビ信仰と言われているものです。特に NHK 信仰というのがあります。若い人はかなり、それに気がつき始めていますが、50代、60代、70代の人はそうではありません。特に60代以上ですね、70代、80代の人というのはですね、極めて強固なテレビ信仰というのを持っています。ですから、会話の中にこんな表現がよく出てきます。何かを話しています。で、意見の対立が生まれます。そんな時にですね、現在の70代80代の人はですね、決まって使う言葉がこの言葉です。テレビで言ってた、テレビでやってた、 NHK がテレビで言っていた、 NHK が言ったという言い方なんですよね。つまりそのテレビで言っていた、 NHK で言っていたというとですね、もう一も二もなくそれを信じてしまうといいますか、相手の言葉を封じ込めてしまうわけです。で、それを言われた、やはりテレビ信仰の持ち主である私たちの世代ですよね、は、あ、そう、テレビで言ってたのと言って納得してしまうわけです。で、その一つというわけではませんけども、私がこうしてですね、 UFO 宇宙人、古代の神々、別バージョンの人間史というものを追いかけているわけですけども、今でもと言いますか、時々とは言いません。よくありますが、要するに、例えば NHK テレビでそれは虫だと言っていた。NHK テレビでそれは窓ガラスの埃だと言っていた。というふうにして、私の説をですね、頭から否定する人というのは、少なくありません。多いです。今ご覧いただいている右下のファルコン X の爆発事件についてもそうです。何人かの人からですね、すかさず
NHK テレビでこれは証明済みだ、ここに映っているのは虫だ、 NHK テレビで虫だと証明していたと、まあ、そのように反論してくださるわけです。まあ、ついでに一言言うならばですね、そういう方たちというのはジャッジしますね、すかさず私をジャッジします、お前はバカか、お前はアホかというような言い方、言葉がその批判の中に入るわけです。これは NHK テレビで虫だと証明されているではないか、お前はバカかというような言い方なんですよね。つまりテレビ進行に染まるのはもうそれは仕方ないとしてもですね、そのように戦後私たちは徹底的に洗脳されてますから、そのように、まあ、信仰を持つのはこれはもう仕方ないと思いますが、同時にそうした信仰の上に立ってですね、それは得てして多くのカルト信仰の信者の方たちも同じような心境になるわけですけども、自分がですね一歩二歩三歩と上に出たような錯覚を持つわけです。あるいは錯覚にとらわれるわけですよね。そしてその錯覚の上で大冗談に高い目線で、そしてそれに反する意見を否定するというわけです。それが今言いましたようにお前はバカだという言い方へとつながっていくわけです。今ご覧いただいているのがですね、その動画ということになりますけれども、 NHK の方ではですねこの動画を取り上げて、まあもともと怪しい動画なんですけどもね、私はそのように感じてますけども、それを取り上げてですね、ここに映っている黒い小さい物体は虫であると、で、まあ、どこかの例によって例のごとくですね、まあ、そのそれらしい専門家を呼び出してきてですね、そういう人たちに代弁させるわけです。要するに権威づけですよね。後々問題になった時に、いや NHK の意見ではありません、それはどこどこ大学の何々先生がおっしゃったことですっていう感じで、まあ、逃げるわけです。まあ、そうした手法というのは NHK に限らず多くのテレビマスコミが使う手法でもあるわけですが、ここで一つ重要なことはですね、これから皆さんに簡単にその証明をしてみますけども、要するにテレビという媒体はですね、北は北海道から南は沖縄まで一斉に報道するわけです。視聴者の 数がですね、まあおびただしい数になるわけですね。視聴率 10%、 まあそんなことはありませんけども 10% にしても1200万人の人がそれを見るわけです。一方、まあ、私のような人間がですね、いくら反論してもいくら異議を唱えてもですね、まあ、1日500件行くか行かないかということなんですね。やがて1000件2000件行きますけども、やがてこの社会の中にうずもれてしまうというわけです。そして、まあ、NHK などがですね報道する番組はですね、タイが大きな大きな川とするならばですね、まあ、私のような意見というのはその川の中に立てた釣り竿一本にもならない小さな小さな棒切れ一本ということになるわけです。そして押し流されてしまうということですよね。そしていつの間にか消えていくということになるわけですが、本当にそれで良いのかということですよね。つまりそのテレビ進行というものがですね、本当にこのまま野放しにしておいて良いのかということになるわけです。やはり今はですね総合番組の時代ではもうありませんので、アメリカ欧米並みにですね多チャンネル時代を迎えつつあります。そしてそれぞれの人が自分でそれぞれの番組を選んでそのチャンネルを見るという時代になってきているわけです。ですから私はやはり日本も多チャンネル番組にすべきだと考えていますが、こういうことをですね声を上げて言う人がいないんですね、この日本では。理由はもうお分かりだと思いますけども、現在のマスコミ世界に背を向けたら、つまりは生きていかれない世界になっているからです。まず東京で有名になれ、地方で金稼げ、これが要するにマスコミ人の、まあ、合言葉にもなっているわけです。まず東京で有名になれ、テレビに出ろ、そして地方で稼げというわけですよね。実際、まあ、NHK の場合は以前はですね、現在もう少し上がりましたけども、私が時々 NHK に出させていただいた時代にはですね、超有名人も私のようなペーもですね、まあ、30分で5000円という出演料が決まっていたわけです。まあ、そんな番組でもですね、いわゆるタレントさんたちは何百万円もかけて衣装を作って NHK に出るわけです。
なぜそんなことをするかといえば、NHK で有名になればですね、地方行って興行で稼げるというわけですよね。そうした図式がしっかりとピラミッドのようにできているわけです。そういった世界に私たちはもう一度メスを入れるべきではないでしょうか。で、一般の知識人の方たちですよね、そうした世界の人たちもテレビ、中んずく NHK に背を向けるということは自らの首を絞めるということになるわけです。つまり大河の中に身を置いた方が良いわけです。ですから大河に身を添えるということになるわけですね。もっと言えば大河に忖度するということになるわけです。そして現在の日本の社会ができたというわけですけども、その一つがですね、このスペース X の爆発事件ということになります。私も知らなかったんですけどもね、 NHK ではこの動画を取り上げてですね、つまりはここに映っているのは虫なんだということを説明したようですね。その直後から私の動画に対してですね、君は、はっきり言えば NHK を見てないのかと、これは NHK ですでに証明されている、つまり虫なんだというわけです。で、ついでに先ほど見ましたように NHK でそう言った、それを知った、だからといってそれに反する意見を述べる私のような人間に対してね、自分で検証したわけでもないのに NHK が言った、調べたということを、肩にって言いますかね、背景にですね、そしてお前はバカだと反論してくるわけです。今この動画を見ていただきたいんですけども、右の方からですね、左の方に黒い物体がスーッと横切ります。今まるで囲んでみました。で、これは虫だというわけです。 NHK の番組でもそのように説明されていたそうです。私は見てませんけども、何人かの方からそういう報告をいただいていますが、これは本当に虫なんでしょうか。 NHK にも何十人何百人というカメラマンの方がいらっしゃると思いますけども、そういうカメラマンの方がですね、誰一人異議を唱えようとしないわけですよね。これはどこかに据え付けられた固定カメラ、いわゆるストリーミングカメラということになるわけです。スマホではありませんよね。ここが重要です。どこかに据え付けられた固定カメラから撮られた映像ということになるわけです。では簡単な実験をしてみましょう。この風景は私の今から外を撮った景色です。遠くにマンションが見え、そのマンションの上にアンテナ塔が見えます。今私が出てきました。これが私です。この私の姿に注意してください。で、どんどん遠ざかっていきますと、自動的にカメラのピント調整が始まります。ですから私の顔にピントが合っています。今庭の向こう端にやってきました。やや望遠をかけてますので、このように映るわけですよね。そして近くへやってきました。そしてですね、ここで一度私が消えます。その時にちょっと注意していただきたいんですけども、私は手に耳かき棒を持ってます。これが虫の大きさということになるわけですね。耳かき棒です。で、この棒に注意してください。で、もう一度私は自分のって言いますか、今に戻ります。今日は細かい雨が降ってましたので、カメラを部屋の中に据え付けました。そして遠方を映しています。そしてピントが遠方に合っています。今耳かき棒を持ってきました。ボケてますね。それは当然です。ピントは遠方に合っています。この耳かき棒の先についているこの丸い球体の物体は結構大きいんですよ。大きさが1センチはないにしても 7、8ミリは十分あります。で、これを移動してみます。ピンボケになりますね。当然です。このように、普通の固定カメラ、もっとどんなカメラ使ってるかしませんけども、やや望遠をかけて遠くの景色を撮っている場合にはですね、近くの物体はこのようにボケます。当然です。で、さらに1メートルほど離れたところにこの耳かき棒を持ってきます。やはりボケます。つまりピントが合っていないわけですよね。ですからこの場合カメラが遠方にピントを合わせてますから、時々耳かき棒の方に自動的にピントを合わせるところもありますけども、遠くにピントが合ってますから、このように近くにあるものがもろはですね、
ボケるということです。ここが重要です。そうしますとね、先ほどのスペース X ですよね、の場合はですね、ピントは遠方に合ってます。おそらく無限大遠くにピントを合わせているわけです。その前をですね、虫が横切ったと言いますと、虫というのは小さいものですから、この耳かき棒の球体よりは小さいと思われます。それがピントがあって捉えられているということ自体がですね、ありえないということです。つまりこの固定カメラはですね、はるか遠方の鉄塔と、そしてはるか近くを飛んでいる小さな虫の両方にピントを合わせているということになります。果たしてこんなカメラがあるでしょうかということになるわけです。全然ボケてませんね。注意深くご覧ください。遠くの鉄塔もピントが合っています。近くの小さな虫にもピントが合っています。 NHK には数百人以上のカメラマンの方がいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、まあ、こうしたトリックに、まあ、気がついた方も多いと思いますけども、やはりね、声を上げておかしいということはできないわけです。で、今矢印で示してますけども、この物体がですね、虫だというわけです。で、その虫が通った時にたまたま爆発が起きたというわけです。小さい物体見えますか？これです。もしこれが虫であり、カメラの近く、まあ、当然近くを飛んでいるわけですよね。映っているわけですから。しかも望遠、やや望遠のかけたレンズの前を通っているわけですから、近くを通っているわけですけども、全然ブレていない、ボケていない点に注意してください。逆に考えますと、これほどのまでの虫がですね、直線的にカメラの前を飛んだら、ボケてしまってカメラには撮影されないはずです。というようなことをですね、すっかり忘れて、これは虫だ、虫だ、虫説だ、お前はバカだ、NHK で言ってたのに番組を見てないのかって感じで、高姿勢な、そして目線の高い、まあ、コメントがパパパッと届くわけです。つまりここに私はですね、つまりその向こうにテレビ進行、中んずく NHK 進行があると思います。で、もう一つの、NHK がですね、公然と否定したフロントガラスのゴミ説についての動画をご覧いただきます。